ミオ・ザクタッシュは、クロアチア・スプリト出身のサッカー選手。プルバ・エイチ・エヌ・ウェル・ハイドゥク・スプリト所属。ポジションは MF。クロアチア代表。2008から09シーズン、16歳にして NK、ドゥゴポリエで、プロデビューをすると、ザクタッシュのプレーがハイドゥク・スプリトのスカウト人の目に留まり、2011年の夏に、スプリトに移籍した。移籍直後に、ドゥゴポリエに1シーズンのみレンタルされた。 2012年2月25日、NK ストラ1961戦で、スプリト遺跡後初出場を飾った。2016年1月21日、FC ルビン火山に遺跡し、2018年までの契約を結んだ。2018年1月、ルビン火山との契約満了により、ハイドクスプリトに再び加入し、3年半契約を締結した。 7月 UEFA チャンピオンズリーグの予選2回戦 PFC スラビアソフィア戦でクラブ公式戦出場通算150試合を達成した。2018から19シーズンミッドフィールダーでありながらリーグ戦通算19得点を挙げプルバエ HNL 得点王のタイトルを獲得した。またこの記録はヨーロッパの各国リーグ戦で ミッドフィールダーが挙げた得点としては、スポルティング CP のブルーノ・フェルナンデスが記録した20得点に、次ぐに位であった。2019から20シーズン、リーグ戦32試合で20得点を記録している。2019年5月27日、ズラとコダリッチ率いるクロアチア代表に初招集され、チュニジア戦でフル代表デビューを飾った。ありがとうございます。